ジーン・ベナー、エクスタシー・エクスタシーとは、エクスタシーの語源はギリシャ語のカッパ・シグマ・タウ・アルファ・シグマ・ヨタで、魂が自らの肉体の外に出て、宙をさまようといった意味が込められている。プラトンはパイドンの中で、ソクラテスに何かを純粋に見ようとするなら、肉体から離れて、魂そのものによって、物そのものを見なければならないと語らせた。この後は、 様々な歴史的経緯を経て、現代では、世俗的な意味でも、宗教的意味でも、あるいは哲学的、芸術的な意味でも用いられている。最近では、性感マッサージの延長で、エクスタシーや、オーガズムを歌った世俗的なサービスも増えている。十字架の下で、エクスタシーの状態にあるマグダラのマリア、魂が、肉体から離れたエクスタシー状態において、 神仏などの霊的存在と直接接触したり、交流するとされている例は、世界各地に見られる。肉体から離れた霊魂を脱魂とか、有利魂などと呼ぶことは行われている。夢というのは、睡眠中に霊魂が体を離脱して経験した、事柄だとする解釈は、世界中で見られる。また、病気や、身体衰弱というのは、霊魂の離脱が原因だとする解釈もまたしばしば、 見られる。ミルチアイデアでは、脱婚が原型でその後に氷例が来るとする仮説を提示した。シャーマニズム研究などでは研究者の間ではシャーマンに、脱婚型と氷異型の二類型があるとしている場合も多い。そうした類型で言えば、日本ではシャーマンは脱婚型は、主流ではなく氷異型の方が圧倒的に多いという。ABCDE デジタル大事選、プラトン。 パイドン、魂の不死について、岩波文庫、1998年。ISBN40 億336万222カナオカ ABC カナオカ、日本民族宗教辞典、P235、日本民族宗教辞典、P384、三宅淳、主言道辞典東京堂、出版、1986年、P327、ありがとうございます。